ニュージーランド準備銀行は、ニュージーランドの中央銀行。所在地はウェリントン。1934年ニュージーランド準備銀行法1934が制定され、1934年8月1日、ニュージーランド準備銀行が設立される。1989年ニュージーランド準備銀行法1989に改定され、それまで財務省が所管してきた。 金融政策を準備銀行へ移管し、ニュージーランド政府100%所有の認可法人となる。総裁任命権は財務大臣が有し、準備銀行運営の最高責任者は総裁が務める。総裁任期は一期5年。2012年9月からグレーム・ウィーラーが総裁を務める。通貨発行の権限金融システムの効率的な 運営金融政策五大銀行と登録金融機関20業の業務と監視外国為替の管理通貨発行の権限を有しニュージーランドドルの発行と管理をする。物価安定化策としてインフレターゲットを採用している。現在はインフレーション数値目標を1から3%に抑えることを目的とし政策金利に当たる高低減金率を設定する。 準備銀行総裁は、高定現金率捜査の最高責任者であり、インフレターゲットを超える、物価率が長期間にわたり発生したとき、任命権者である財務大臣は、総裁を解雇できる解任権を有する。一般銀行の監視業務。2012年12月現在、NZ も大銀行と登録金融機関20業の、 業務の監視と円滑な金融システムの安定を図っている。1990年当初は数値目標0から2%を導入したが、統計上の誤差が生じるため2002年9月に現在の数値目標に改定。ありがとうございます。